今日のスタート地点は下石一丁目の交差点からになります。これから行くところはですね、護国神社じゃなくて鹿児島工業とかその辺りをぐるっと回っています。というのが、私の友達が護国神社をまあ彼は鹿児島工業出身なんですけど、護国神社に行ったんなら、なんで鹿児島工業の周りを回ってくれんかったのかって言ったもんですからね。そういうことで、ここからもうあれしますね。ここが女子校前入り口ですから、ここからですね、左折しますね。はい、左折します。この道はこの前も通りました、通りましたけど、やっぱりここから出ないと校舎が正面が見えませんからね。あそこに何階建てなんだっけ、5階行け、2、4、5、6階かな。まあ鹿児島工業高校です。高校ですって言うとほとんどが高等学校ですけどね、みんな言わないですもんね。鹿児島高等工業高等学校の生徒ですとは言わない。鹿児島高校工業高校の生徒ですっていう感じですからね。はい、これをぐるーっと回りますね。護国神社の木々の若葉も綺麗に芽吹いてますね。ここ左にも来ようかな。こんな感じ。はい。ぐるーっとぐるーっと、あ、回れるようになってんだ。一方通行ですね。あ、7時から9時がね。ここを回って左に行きますよ。あ、ちょうど回れるようになってんですね、鹿児島工業は。はいはいはい。それから、それじゃあ回ってどうなるけ、回って今度は右に行きましょうか。いやいや、左に行きます。やっぱり機嫌が悪くなるといけませんからまあそんな機嫌が悪くなるような友達じゃないですけどね。はい。ああ、広いんだ。はいはいはい。今ですね、いろんな新企画があるんですけども、まあほとんどが友達の企画です。友達が前住んでいた団地のを走ってくれとか、自分の出身校の周りをぐるっと回ってくれとかですね。まあそのうちだけど、このまあでもここは右折できるんですよね。そういうのをこう繰り返しているうちに、またなんていうんですか、定番がするシリーズもあるでしょうからね。これからどこ行こうかな。あー、そうだ、ハートピアイブスキの方に行ってみましょうか。この前鹿児島アリーナを探しに行った時に、鹿児島アリーナかなと思って最初思ったら違いまして、調べてみたらハートピア鹿児島だったんですけど、ここだな。そう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 、中に入るんじゃなくて横を通るっていうぐらいの問題ですけど、
ああ、この前横を通っただけだ、だけだったんですけど、いいあれですね。ほら、なんていうんだろう、この雰囲気がえらいこう豪華な感じしますね。今日一緒に飯を食いに行く友達がここで、なんかテニスとピンポンを合わせたみたいなこの競技をする、練習に来るんだということで、来週の日曜日、私もその模様を見に行くようにしてるんですけど、思ったより本当あれでしたね。鹿児島、僕は撮影、よくビデオ撮影でイベントとか舞台とか撮るんですけど、ここはなかったな。プライベートな撮影で来たことありましたけれども、ここで舞台撮影とかそういうのを撮ったことはなかったですね。ないですね。だから大きなホールがあるのかないのかわからないけど、まっすぐ行っていますね。別に酔わないですけど、行ってみたいなって、こういうふうにしてやっぱり道を覚えたいなと思いますからね。ここあたりも通らないですよね。若い頃通ったことありますけども、だけどもう普通は通らないですね。それと予告編、その今日彼と昼飯を食いに行く途中も、まあ普通の道を通るんですけども、その時は鹿児島弁じゃないな、私がしゃべる言葉と彼がしゃべる言葉、それもの自動翻訳率、YouTube が英語に直してくれたり、フランス語に直してくれたり、いろんなこと言葉に直してくれるらしいんですけど、まずそれを日本語にどういうふうに直してくれるかっていう、というのが、そのまあ喋ってる内容は大体わかると思うんですけども、変換する時にきちっと喋らないと変換してくれませんもんね。どうしようかな。ここ右行こう。もう右に行きますね。まあこの動画はあれです。練習中の試運転中ということ。あ、ここ右に行けるんだったら行けますよ。行きますよ、私も。前の車2台も私みたいに車の中にカメラを積んでこんなことやってたら笑いますよね。まあこんなにして喋りの練習です。喋りの練習と話題をどう作るかっていうのの練習も兼ねてますので、一つそこはですね、まあ、だらーっとした気持ちで見てください。いや、聞いててください。ここまで聞いてくださるっていうことは、方は本当ありがたいですよね。本当。岩崎橋はどこ系？もし岩崎橋があったら、そこでこの動画を締めたいと思うんだけど、すいませんね、こんなダラダラ話で。だけど景色はいいでしょ？こういうところ。鹿児島に住んでいらっしゃる方で、今もですよ、こういうところ一回も通ったことがないっていう人もいるわけですからね。はい、いいわけです、これは。どうなるのっけ、あそこが確かね、岩崎橋だと思いますよ。ここがね、あ、山崎川？え、この左側のあれは山崎川って書いてありました。こっから見えるかな、橋の名前が。
でした。岩崎橋でした。はい。ということで、今日はじゃあこの辺りでフェードアウトしましょうかね。まっすぐ見てね。まっすぐ見て、フェードアウトします。ありがとうございました。